草上の昼食は、1862年から1863年に、エドアール・マネによって描かれた絵画。パリのオールセー美術館所蔵。1863年に描かれた、オランピアと共に、マネの代表作と言われる。マネは題名を、水浴として1863年のサロンに出品したが、 現実の裸体の女性を描いたことが不道徳とされ落選。その後、同サロンに落選した作品を集めた落選展にも展示されたが、同様の理由で批評家たちに批判されるなどスキャンダルを巻き起こした。ティツヤーノ作、伝言の合奏をマルカントニオ・ライモンディ作、パリスの審判右下の三人の人物を参照作品の背景に描かれている森林は、ティツヤーノの 電源の合奏に、作品中の手前の三人の人物の配置は、1515 15年頃に、マルカントニオ・ライモンディによって制作された、ラファエロの、パリスの審判を元にした、同伴画に、それぞれ由来する。ライモンディの作品では三人の人物は裸であるが、真似は、男性二人を服を着た状態で描き、女性のみを、裸のままとした。さらに、女性が脱いだ服を、 左下のピクニックの持ち物の中に配置することによって現実の裸体の女性を描いた。当時主流であったアカデミック絵画及びそれ以前の西洋絵画史において裸体の女性は神話や歴史上の出来事を描いた作品において登場するものであったため真似が当作品で描いた現実の裸体の女性は画期的なものであり同時に批判の対象となった。 なお、ラタイの女性のモデルは、オランピアなどの1860年代から1870年代、前半の真似の多くの作品でモデルを務めた、ビクトリーヌ・ムーランである。草上の昼食は、19世紀後半以降の西洋、絵画史に、多大な影響を及ぼした作品の一つであることから、パロディオマージュの類の作品が多数描かれた。モネは、1866年に、 マネの投作品を意識して同じ題名の作品を描いた。セザンヌは1870年頃にマネへの対抗という意味合いで草上の昼食を描いた。ピカソは1960年頃にマネの投作品にピカソ自身の解釈を込めた草上の昼食を描いた。ありがとうございます。